どうもお疲れ様です。ちょっと喉の調子悪いんですけどもね、今日も動画更新していこうかと思います。そっかじくろくぼです。今回はですね、動画を取り上げるんじゃなくって、私が動画更新してるじゃないですか。その中で、令和新選組の応援をしている人を貶めるコメントとか、それから直接のメッセージとかがあるわけなんですよね。これは予想されていたことなんですけども、これに対してどのように対処していけばいいのかってこと、ヒントになると思いますんでね、お話していこうと思います。前提としては、こういうふうなね YouTube 動画を更新し続けると、さまざまなコメントがつくんですよ。で、多くは気持ちを同じくする方の共感コメントとか応援コメントなんですね。それから一部は私の発信の未熟さとか、それからいろんなアドバイスとかね、私が勘違いして言ってることに対してご指摘とか修正のコメントが入ったりとかして、私自身すごくね、発信すればするほど皆さんとの関係がすごく良くなって学びになるなと思ってる限りでございます。本当ありがとうございます。はい。で、当然ですね、私の情報更新をバカにしたりとかね、宗教扱いしたりとか、令和新選組に騙されてるぞとか、かわいそう情弱さんとかね、情報弱者だとかってね、そういうふうな扱いをしてくる人もいるんですよ。これはね、皆さんもコメント書いてて、他のコメントを見ることもあると思いますんで、なんかちゃちゃ入れてきてる人がいるなって気づいてね、それに、反論コメント書くっていうところもあると思うんで、お分かりだと思います。で、中にはね、すごくね、珍しいと言いますかね、令和新選組を貶める、馬鹿にする動画を作っていただいたらギャラを払いますよっていうのも露骨に来たりしますね。なかなか香ばしいでしょう。お金に困ってればね、私もね、じゃあいくらですかとかね、じゃあ令和新選組を徹底的にバカにしますんでギャラくださいみたいな話もするかもしれませんよね。いや、でもなんかこの動画をこうやって更新してて、正直に話すことは楽なんですけども、嘘を話すのってね、結構難しいんですよ。それこそ嘘が上手じゃないとできませんから、その演技力に関してね、ギャラを払ってくれるんだったら頑張らないこともないんですけども、でもそこまで正直ね、ギャラに焦ってもいませんのでね、今のところはそういった動画を作るつもりはないかなというところでございます。それでね、こういったコメントに対してどういうふうに対処すればいいかってことなんですけども、私の場合はまずは一つはね、あんまり返信をする意欲があんまり湧かないですよね。だから返信しないってことが多いんですけども、でもね、返信するとしたら、あなたの考えも最もですというふうに、なんかこう、肯定してあげることじゃないかなと思いますよね。だって世の中にいろんな考え方があっていいわけですよ。いや、私は共感しないけども、あなたの考え方も、あるんじゃないですかっていうことですよね。それこそね、360度正しいものっていうのは私たちまだ見つけられてませんから。で、何よりもね、私たち自身が人を評価できるほどの大した人間じゃないわけですよ。もしね、神様みたいな人がいて、どんな小さな不正も許さないって人がね、令和新選組はこうだとかね、 NHK 党はどうだとかね、言うんだったら聞かないことはないですけども、あれだったら自民党はどうなんですかとかね、立憲民主党はどうなんですかっていうふうに、やっぱり政治信条を掲げている政党って、どっかね、誰かに迷惑がかかるようなことをやってるわけですよ。だから、パーフェクトはないです。むしろ、自分が参加することによって、さらにいいものに育て上げていくっていうところが求められてるんじゃないですかね。令和新選組に対してもそうですけども、令和新選組もね、どっかにそういう存在があって、そこに山本太郎さんが参加したわけじゃなくて、山本太郎っていう人が、本当普通の人がね、芸能界の仕事をかなぐり捨てて、一から作った手作りの政党ですから、デコボコしたところもあるんじゃないかなと思うんですよ。その上で、もしね、疑問、質問があるんだったら、凱旋やってるわけじゃないですか。あそこで生で Q&A を投げることができるんで、そこで聞けばいいと思うんですよね。ですんで、もしね、アンチコメントとか、嫌なコメント書く人がいたら、それぜひ凱旋で言ってみてくださいっていうふうに、その方の考えを肯定しつつ、自分で相手にするんじゃなくて、全部ね、直接の発信者である山本太郎さんにお願いしたらいいんじゃないかなと思います。なんせそういうコメント書く人ってね、山本太郎さん本人に、もしくは令和新選組に直接
いろんなことをね問いただす勇気も度胸もないわけなんですよ、うん、だから、まあ、こういったねアクセスのそんなに高くない YouTube のコメントとかに来るんじゃないかなと思いますね。